何ですかそれは。嘘発見器だよ。みんなで遊んだら楽しいと思って。面白そう、やろうやろう。嘘をつくと電流が流れるからね。やけに本格的だね。怖い。じゃあ失恋フラグちゃんからね。私わかったわ。じゃあイエスかノーで答えてね。うん。 SM プレイが好きだ。え、そんな質問わかんない。イエスかノーだよ。 SM プレイだなんて。でもモブ君とだったら。どうなの失恋フラグちゃん。ノーに決まってるでしょ。へえ、 SM プレイがチキなんだ。変態だね。モブ君とだったら別にいいかなって思っただけ。その言い訳はどうなんでしょう。次の質問いくよ。じゃあ次は師匠ね。僕もいいけど。実は胸を持っている。ノーだよ。あれでも電流が。ノーだよ。ノー。あのめちゃくちゃ電流が流れてるんだけど。壊れてるんじゃないかな。僕が直してあげようか。ごめんってば、やめて。じゃあ次はフラグちゃん。ねえねえ、うちも早くやりたい。あ、じゃあもう一台あるから二人でやろうか。こんなものなんで二つも持ってるんですか。どんな質問が来るかな。ママさん楽しそうですね。もっと難しい質問で困らせてやろっと。俺のことが好きだ。はい、答えて。そんな質問どう答えたらいいんでしょうか。イエス、好きだよ。え、嘘。わあ、本当のこと言ったらちゃんと電流流れないんだ。ってことは、うん、うちモボウ君やみんなのことが大好きなんだ。あー、ですよね。これからもいっぱい遊ぼうね。で、フラグちゃんは。イエスです。あ、私もお友達としてって意味です。次はモブオ君がやってみて。へへ、俺はいいよ。これでなんかヤバそうなの出てきてるんだけど。いいからいいから。いいじゃん、モブオ君もやってみようよ。面白いよ。モブオ君は嘘発見器を使ってみんなにセクハラしようと考えていた。モブ君がそんなこと。そうだよ、ノーだよ。ヤババリガリだろうと思ってました。この嘘発見器すごい。何この電流、10万ボルト。展開道具の嘘発見器だよ。あんなおもちゃじゃつまんないなと思って。じゃあ次の質問。もう勘弁して。ごめんって。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。待って。